はい、パズル問題の2回目であります。ここに面積4、面積9、面積36の正方形があって、4のここと36のここを通って、ここへ来ている正三角形の面積を求めようというパズルです。この長さを L とします。ここが6センチ、3センチ、3センチ、2センチ、2センチですので、6センチからこの2センチ分を引くと、この横の長さは、4センチ、縦の長さは5センチとわかります。したがって斜辺の長さは5の2乗足す4の2乗のルートであります。で、これが1で5対6ですので、こっち側はその1の5分の6倍と。で、L が求まると。したがって、正三角形の一辺の長さが求まったので、1対2対ルート3の2分の1と、2分のルート3の面積を計算し、答えが S として求まります。はい、2問目いきます。正方形があって、全部中点で任意の点の間でこうやって面積が計算してあると。そうすると、24平方メートル、30平方メートル、48平方メートルで、ここだけ X となっている、この X を、まあ、1.5分以内に求めようという問題だと思います。赤い補助線を引いてあります。赤い補助線を引いたここの三角形を、面積を A とします。X の一部分です。そうすると、底辺等しいので、ここも A です。全体24なので、ここは24マイナス A です。底辺等しいので、ここも24マイナス A です。全体30なんで、ここは30マイナス24マイナス A です。ここも底辺等しいので、ここも30マイナス24マイナス A です。全体48なんで、こっち側は48マイナス30マイナス24マイナス A であります。で、こことここも面積等しいので、ここもこれと同じ48マイナス30マイナス24マイナス A であります。したがって、この X は、この A とこれを足せばいいので、計算してやると、42平方メートルと求まりました。ちょっとスペイン語シリーズかなんかはやめて、日本語シリーズのところを探してみました。正三角形と正方形と正三角形があって、ここからここまでで20センチメートルです。この全体の面積を求めてくださいというものであります。まあ、このビデオの中では多分、この図形をここにこうやって書いて、ここもこう書いて、ここにこう書いてっていう形で、正方形2個分っていうような形で、まあ、まとめてっとるとは思いますけども、ここでは、普通に、この長さを L とすると、高さは2分のルート 3L が2個。で、正方形は L。で、全部足すと20センチ。ということで、ソルブってやると、変数は L だけなので、L が求まったと。だから、このカンマ L は省略できるということです。で、求まった答えが L に代入したと。で、面積はって言ったら、正三角形の面積2個分と、正方形の面積1個分なんで、100というふうに求まるわけであります。次の問題いきます。ドーナツとドーナツの形というか、まあ、内径、スモール R と外径 R の円があって、ここに接するように線を引くと10センチですよ、ということで、内径も外径も不明です。この場合のこの斜線部分の面積を求めという、どっかの高校か中学校かどっちかの問題です。これは作戦としては、
内径と外径に定義がないということは、この内径が0の時でも成り立つはずなんで、0にしてやると直径が10センチなんで、πr の事情は 25π というふうに求めるという作戦もありますけども、まあ別にここに直角三角形を書いてやると、ここでピタゴラスの定理の外径の r と内径のスモール r と5センチというのでできますので、そのパターンで計算してやると、ドーナツの面積は 25π として、真面目に求めてもいいし、まあ、パズル的な極端な場合は考えて解いてもいいと。はい、2回目最後です。こことこことここが等しくって、ここが150度の時のここの角度を求めようという問題であります。これもまあ、150度なんで、この白い補助線を、引きました。そしたらまあ当然ここ30度なんで、2対1対ルート3と。ということは、ここが1なんで、ここが、これの半分と。ということは、ここも半分と。いうんで、こことここが等しい。ここと等しいと。だから、わかります。そうすると角度は150度なんで、残りの30度に割った15度と15度。で、ここも15度と、これ平行なので15度。で、ここと、ここの距離も等しいので、ここも15度で、ここも15度。結局15度の3倍は45度と。ということで、一発で求まります。つまり補助線さえ引ければ、すべての問題、1行で解けるというようなイメージです。